電車でごプロフェッショナル仕様今回は山手線を103系で攻めます。電車が発車します。駅数がちょっと多いので、スキップしながら、ポイントだけ押さえてみていこうと思います。 地下鉄日比谷線はこの控えです。止まるかな。残り20秒ぐらいありますね。止まらんね。やっぱ重いね。OK。 65キロで脱線しても結構余裕がありますね。下り勾配になってるんでスピードが下がらないっていう。重いね。山手線の103系は人乗ってるからね。ということで結構オーバーランしやすいかもしれません。てかさっき私しましたし。ということで気をつけてください。おお止まらん。超下手。まあ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 。 駅前210m地点でATC65入ります。ちょっと気をつけてください。オーバーするとないと思うんですけど、ただ ATC75なんで 75km まで、フル加速で上げてって 65km までその直後にブレーキして 65km に合わせようとすると結構ギリギリかもしれないですね。超下手。止まるかな。 超下手。いいですね。まあまあまあ。大崎停車。さあ、大崎はちょっとホーム短いですね。まだホーム来てないから、もっとスピード出せるわって思ってると結構スピード出すかもしれません。ただ、ATC65なんで、ホーム入ってからフルブレーキしても、まあ間に合うのかなとは思うんですけど、残り10秒っていう感じでね、あんまり余裕もない感じは、感じです。さっきはちょっと延長した。超下手。 90キロのATCっていう結構今までの中でも一番高速度な状況から75は、ギリギリですね。535ら辺か、止まっちゃ前530m で ATC75 と。でここでまた45か。待って間に合うかこれ本当にブレーキング。やば、駅のホーム入ったら45じゃないこれ。大丈夫か。田町停車45。お、ギリギリじゃん。また田町前180m、190m か。で45ですね制限。 そのまま駅のホームに入っていきました。超下手。超下手。よし。 ブレーキだろう。非常ブレーキを使いましょうか。 10m台入ったら、11m 切ったら、 これ辺か。 はい。で、 1m以内だったら時速1km ぐらいでぶつかると、それだいたい、まあ、それだいたい7秒ぐらいもらえる。時速1km以下で、本当優しくぶつかるとね、10点もらえますけどね。 やばいな。間に合わねえかもしんない。やばい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 。ああ。でもさ、これちょうどよくない？これちょうどホームの端っことは先端が来るっていう感じだよね。めっちゃ減点された。
今の原因は別に私が下手なだけですね。完全に ATC75 だったんで75キロ出してからブレーキしたかったっていうだけです。新橋停車。時速45キロで新橋ですね。ここのブレーキングはちょっと気をつける必要があるかもしれません。新橋も130メートル。やべえ、ちょっとさっき電車で装着しちゃったから時間の余裕が。やば、止まる。やばい、止まるか、止まるな。あと12秒か。さっきまで結構装着気味だったからなんか5秒とかしかないとちょっと逆に焦るな。あ、ちょっと待って、これ延着すんな、普通に。あ、ちょっと待って、ちょっとオーバーランする。あ、オッケー。ボーナス、あれね、なんかこれがある駅とない駅があるわけですけど、あれかな、ないと思ってただけで本当はあるのかな、押しかけたのかな、私の。これ10秒超下手。 OK。この路線ははっきり言って結構簡単だと思いますね。 ATC のスピードも前もってちょっと教えてくれるし、そんなに引っかかって限定されることはないんじゃないか。途中ちょっと危ないところもあったんですけど、そんなに難しくないと、で別になんか下り勾配がひどいとかいうこともないので、距離に合わせて適切にスピードを落としていけば、クリアできるんじゃないかと思いますと。おめでとうございます、乗務完了です。よし。